はい、すみません。スーツに身を包み、宿毛市役所を訪れたのは、今年5月に断髪式を行った元関脇豊ノ島の井筒親方です。じゃあどうぞ。ありがとうございます。ふるさと宿毛市と母校宿毛高校にそれぞれ1本ずつ自身の化粧回しを贈呈しました。現役時代の本当に商売道具、ずっと、付き添ってきたものですし、自分にとっては、宝物。井筒親方は2002年に初土俵を踏み、6年後に関脇に昇進、18年にわたりオランク力士として県民に愛されてきました。今回宿毛高校に贈呈したのは、十両に昇進した2004年に宿毛高校から贈られた校章入りの化粧回し。あれを身につけるっていうのはすごい重たいだろうなと思ったし、迫力がありました。一方、宿毛市に贈呈したこちらは、同じ頃宿毛市にある自身の講演会から贈られたもので、アンパンマンの作者柳瀬隆さんがデザインした刺繍入り、生涯で8本つけたうちの貴重な2本です。戻るとこに戻るっていう感じですかね。やっぱりもらった時点で引退したら宿毛高校に返そうというふうには思ってましたので、はい、まあいよいよ返す時が来たかなっていうふうに思いますね。ちなみに久々にふるさとに戻って実感したのは、ちょんまげなくなって歩いてると、まあ誰にも気づかれなくて、宿毛帰ってきて今日で3日目ですか、今日の午前中やっと豊ノ島さんですかって言われて、それまでどこ歩いてても言われなかったんで、はい、寂しいです。宿毛高校に贈呈された化粧回しは校内に、宿毛市に贈呈されたものは市役所内に展示されます。